はいどうもつるちゃんでございます。では引き続きやっていきたいと思います。52番次のの文章の空欄に入る声を選びなさいですね創価学会はまるに始まりインドの龍樹天神らの菩薩と称えられた論者論士ですね中国の天台大師明楽大師日本の 伝行大師〇〇へと発展的に継承された仏教を信奉する団体ですと〇〇以来の仏教の生命尊厳万人尊厳というああ万人尊敬ですねという〇〇の正当な系譜に連なっていますと まるは古代インドの言葉で目覚めた人という意味の〇〇と呼ばれますと仏教の教えの中核はまるが目覚めた法ですとまるのさまざまな原稿が弟子たちによってまとめられていきましたとその中で慈悲と知恵を 根幹とする教えが大乗経典として編纂されていきますとその正反ですね正反がまるであり教の王と称えられますとアが法華経イが日蓮大聖人ウが釈尊エが人間主義オがブッダというふうになっております 問い五十二番次の文章の空欄に入る正しい語を選びなさいですね。日蓮大聖人は丸々と唱える聖こうの唱であると図形に日蓮大聖人のを命をとしかけてですね。 命をかけて落として現代によみがえらせたのを牧口先生戸田先生池田先生という〇〇ですと人類の幸福と世界平和を実現しゆく運動を〇〇と呼んでいますとインドから東へと向かい日本に伝わった仏教は今日本から西へと帰っていきますと このことをまるまると呼びますと、あが創価の三代会長、いが南明法蓮華経、うが仏法正眼正観ですね、えが御本尊、おが光線ルフという風になっております。本日の動画はここで終わりたいと思います。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。